はい、こんにちは。日本改革党、靴沢です。山根様、猛禄じじい様、田中様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして、誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。12月29日、メール党員様忘年会、残り1枠となりました。ご応募ください。よろしくお願いいたします。東中野の中華料理店、西太后さんに、行ってまいりました。昨夜ですね、中国人に嫌がらせされてから、そういうのを見つけたら、なんかしたろうと思って、先に店内におられたですね、お父さんと大学生の息子さんにですね、靴沢さんって声かけられて、びっくり仰天いたしました。やっぱり中国人の嫌がらせ心配してですね、来られたそうで、なんかあったらやったろうみたいな。私がいる時間は中国人来ませんでした。昨日は、おとといは5人もいて嫌がらせに、で、警官が10人もいて、なんか物々しかったみたいですけれども、で、ラーメン食べて、帰ってまいりました。金平とプーさんのポスター貼ったら、アカウントを削除されたみたいであります。なんか炎上 YouTuber の中国人が率先して再生数稼ぎのためにやってたらしいんですけど、もう心配ないみたいだな。今後もですね、他店が中国人に嫌がらせされたら使えますね。金平とプーさんのポスター。西太后さんが警察に相談した結果ですね、中国人お断りの張り紙剥がしたらとかですね、しばらく営業やめたら、全然役に立たないアドバイスもらったそうで、怒りですね。警察どこもそうですけど、これっぽっちも働きたくないっていう一心で仕事してますから。外国人の嫌がらせにですね、日本人が屈したら、今後こういうの増えて収拾つかなくなるってことなんか、これっぽっちも思い浮かばないし、考えてませんね。警察は頼りにならんから、プーさんポスターで自衛するしかないですね。ブンタママのスピリチュアルベアっていうチャンネルさんに取り上げていただきました。ありがとうございます。日本改革と靴沢良治さんについて、なんていうことでね。お母さんと娘さんがやってんですけど、娘さんの方が霊感あるみたいで、私はですね、中世ヨーロッパの騎兵だそうで、騎兵なんだって。経験ないんですけど、実は乗馬の才能あったんだろうかなんて思っちゃったりなんかしてね。ありがとうございました。裏金疑惑で更迭された鈴木淳司議員、5年間で60万円、総務大臣を更迭されたのかな。5年間で60万円の裏金を認める。裏金の認識はなかった。政治の文化だと思ってた。こりゃまた支持率下げるような余計なこと言っちゃってさ。まあ習慣とか、そういうのか。なんで不記載の脱税が文化なんだって話なんですけどね。世論、そっか、じゃあ議員やめようか。仲間しか納得しないような、しない言い回しだな。不倫は文化以来の大失言。何も考えずに文化と言ってしまう時点でバカ。キックバックが問題じゃなくて、不記載が問題なんだが、本当にこの連中はいつの時代で止まったままなのか。まるで昭和ですよね、やってることね。それが通用するならもう何でもありだわ。何でも文化つっちゃえばいいんだったら何でもありですわね。叩くいいネタなのに、野党がいまいちおとなしいのは、自分らも大なり小なりやってっからでしょうね、これね。インチキやズルを賢いことだと思ってっからね、あいつら。立憲や共産の目の前に現金やったらごまかさないわけがないと。ごまかさないのはバカだぐらい思ってますからね。それよりも問題なのは、外国人献金は禁止だが、パー券購入は無制限っていうのが問題、大問題。毎回毎回ね、まとまった数買ってくれる、外国人や外国企業があったらどうしても政治に影響するんじゃね？パーティーやるたび100万円分買ってくれるって会社があったらさ、どういうわけか。川口のクルド人を異常にかばう和田政宗議員とかさ、世論です。その抜け穴を活用していた小備中議員は誰？実態が明らかになりつつあるな。そして中華べったり。外国人献金は違法なのに、パーティー券 OK はおかしいだろ。露呈ってもう何十年も前から指摘されてただろ。誰の金で買ったかわからんパー券も
問題ですよね。日本企業名義でもですね、現金がどっから来てるのか全部明らかにするのは無理そうだし、そもそも明らかにする気なんか全然ねえしね。パー券をたくさん買って、もらっても外国人の言うことは一切聞きませんって、最初から宣伝しとけよ。政治は日本人のためのものって憲法全文にも書いてあるんだろうって話ですね。公明党、国民民主が内閣不信任案に賛成して生意気だから、トリガー条項について引き続き3党で協議するって記述を削除しようぜ。自民党、そうだな。で削除。民玉木、減税という国民のための政策を放棄するならば、そこまでだ。激怒だそうであります。世論です。減税を絶対やりたくないんだな。不信任の相手と協議は無理がある。カルト党を追い出せよ。公明党は日本人の敵だと明確になった。これでますますシリーズ下がるなのもわからないぐらいのアホ。最初からちっともやる気なかった。自公に協議終了の格好の口実を与えてしまった玉木と。公明党はガソリン代高くないとダメな理由でもあるんか。そろそろ創価学会の集金についてがっつり調べるべきと。トリガー条項はずなのか、初めからやる気全くなかったんね、岸田政権はね。公明党が言い出したのに喜んで乗っかったんだよね、これね。これで来月も支持率過去最低更新間違いなしだね。やったね。時事通信の調査方式、まあ、各社違いまして、各社バラつきなんですけども、時事通信の調査方式で麻生政権末期は 12% ぐらいでした。現在の岸田政権の支持率は 17%、来月は 14% ぐらいですかね。この裏金でね、逮捕者出たりなんかするとまたガーンと下がるんだろうな。その他のニュース、大阪万博の運営予算が当初見積もりの809億円から1160億円に膨らみ、非難合々、およそ 1.4 倍になっちゃった。人件費、こんなに上がるとは思ってなかったっていうのと、安倍元総理襲撃事件を受け、警備をより厳重にした結果、膨らんじゃいました。言ってんだって。また維新の支持率下がりますね、これ。ニヤニヤという。大阪万博、シャトルバス運転手、100名以上不足、180人欲しいんだけど、80人しかいないって。それ不足じゃなくて、不足っていうのも、おこがましいぐらいのあれじゃないのって。1日10万円で募集したらなんぼでも応募あるんじゃないの。これ運転手不足じゃなくて賃金不足の間違いじゃねえのか。運送業界が50代半ばで退職する大型免許持ちの自衛官を狙っている。だからね、交代遇で募集すればなんぼでも来るってば。わかんないな。国産の12式巡航ミサイル配備を1年前倒しで2025年度、再来年から始めると、もう年の瀬ですから、ほぼ来年から始める。射程距離は1000キロ以上だそうであります。1000キロ以上、何千キロとは言ってない。ひょっとしたら2000キロかもしれない。ソウル、平壌、上海、香港に余裕で届きますね、これね。中国共産党の発表が楽しみと。フライデー記事、NHK 紅白についてテレビ雑誌記者の分析、ジャニーズいなし、アミューズと韓国人ばっかだし、視聴率過去最低記録更新は硬いな。今から予防線張っておりました。あ、テスト前にですね、あ、風邪ひいて全然勉強できなかったわっていうようなもんですかね。心の病について企業に対してアンケート調査、増加傾向である20代社員が最多ということが分かりました。今まで心を病むのは30代社員が一番多かったんですけど、20代が抜きました。今の20代繊細なんだな。そういえば若者、私の目から見てもシュッとしてるよな。みんなスラッとしてさ、女の子なんか全然顔の見分けつかないですけど、若い女の子の美人揃いですもんね。元東映社員、20代女性、仮面ライダー現場でセクハラを受けた。ヒーローはいないと思いました。うまいこと言うな。ヒーローがそこら辺中にいたらわざわざ映像にしても誰も見ないかな。あとですね、奇跡なんかそうそう起こらねえからね。手術で奇跡が
起きるって。ドラマなんか、ドラマ映画ではまあよくあるパターンですけど、ねえから奇跡なんだからね、そこら辺中に奇跡的にが発生してたら映画にする価値ないじゃん。ドラマにする価値ないじゃん。ねえから奇跡、と私は思っております。というわけで、メール当院さん忘年会、ご応募よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。